なら出演者の誰がいいですか。お前絶対吉沢亮になりたいな。すげえ綺麗な顔してますよ、本当に。S ですよ。S でした。もうね、ずるいんですよ。ずるいですね。亮君はこの綺麗さで S ですよ。はい、ねえ。かもうぴったりじゃないですか。そしてもう顔の美しさって言ったらもう吉沢亮じゃないですかとかいうところなんで、王たる美しさ、なんだこれ、お母さんに会ってみたいよって思ってます。顔かっこいいですよね、吉沢さん。兄弟嬉しいです。現場でもこうメガネをかけてらっしゃったんですけども、輝きがもうこぼれててボロボロ輝きがこぼれる、なんかもうちょっと平成のアランドロンのような、なんかもうやっぱ輝きがあるので。初めて、小森くん役の吉沢くんに会った時も、吉沢くんは結構暗い役でして、で吉沢くんの印象も、あ、暗いと思ってたので、すごくこの小森役に合っているなっていうか、うん、吉沢くんが小森を演じるよって聞いた時はほっとしました。なんか、うん、吉沢くんだったら大丈夫だな、任せられるなと思ったのが素直な印象です。第一印象ですか。なんか全然喋ってないんですけど、なんかニコニコしてこっちをドラマのなんか本読みみたいなところで、なんか自分が出てるシーンを他のキャストの人となんかちょっと動いてやってみるみたいなところを見てたんですよ、こうやってニコニコ。イケメンかよ、吉田君。よしよしよし。ああ、綺麗な、こんなハンサムでお前なあ、酒が強いってすごいな。欠点は、いや多分ないと思う。うわあれよ、強めのリズムしちょうだい。え、今でもネガティブなんですか、そんなイケメンなのに。狙ってるの。いや、ネガティブ。そうですね。ボンラン中駆動行動しないでくださいよ。1000メートルいってるんですかね、やっぱりね。隣でこの辺で見てたんですけど、現場で、うん、なんて綺麗なんだろうなと思って、吉沢亮君の顔が好きなんですよ。これすぎる。これこそ日本人なのかね。え、これなんだっけ名前、吉沢亮。すごくないこの人。初めて見た。でも名前を見たことあったよ、ドラマに。役者、はい、ああ、たくさん出てる。ドラマで作られてる。すごいぞ。いやー、すごい。すごいね。こんなかっこいいのがいるんだ。楊さんは、ものすごいやっぱクールで、さっきもおっしゃってたように、クールなんですけど、僕が出会わせてもらって、3年くらい経ってようやく首都来た時の笑顔が素敵で、先輩ながらもちょっとキュンときちゃいました。楊は、実はそれこそ、それこそ、ゆうたも、皆さんも言ってた通り、ちょっとクールなんですけど、すごい実は熱いやつなんですよ。あ、そうなの？そうなんですよ。で、それこそ去年、まあ、新芽というか、まあ、同じ歌うパートとかもいっぱいあったり、同じ振りもいっぱいあったり、で、やっぱ、まあ、二人の見せ場みたいなのも作ってもらってたり、その時になんかこう、どうするっていうのを寮から言ってきてもらってて、それもすごく意外で、で、どうする、ここ、こう、もっとこうやった方がこう見えるかなとか、じゃあ龍どうする、どう動くとかっていうのを結構積極的に僕に言ってくれてたのがすごい嬉しいなっていうか、あ、まあ熱い人だなって。うーん、ちゃん、吉沢君は、吉沢君、うわー、アミューズの宝。ニックネームが何や。対する印象を最初すごいストレートに言ってたのがすごい嬉しく、なんか何でしたっけそれ、吉沢君初めて見た時にどう思ったんでしたっけ、顔が。あ、もうなんかすごい顔面だなって思ったんです。すごい顔面ってどういうことですか。いや、もうなんか、ね、こんな顔面あるんだなって思って。去年11月、俳優 Y とミュージカルで共演、うん、Y はミュージカルに初挑戦だったが、稽古も一生懸命で、歌もダンスも素晴らしい。井上は Y を絶賛。 Y にメールで、誰 Y って、次回も一緒にミュージカルをやろう。ぜひまたやりたいです。 Y からは前向きな返事が。みんながこう、ところが囲み会見で、うん、やっぱり今後もやっぱミュージカルは続けていこうって。いや、もうないです。おい、いや、もうないです。おい。さらに、
君の千秋楽の時にカーテンコールとかわっと盛り上がって、また一緒にねミュージカルやりたいよねみたいに言ったんですけど、かたくなにうんと言わなかったワイの本音はどっちなのか向いてるんですか本当にミュージカルは。向いてる。あの皆さん多分歌ったり踊ったりするイメージがない方なんです。さあ美男美女ですね、かわいいですね。ねえ、どっちに言ってどっちに言ってる女性に対する言葉だから。やっぱりモテますか。やっぱりそういう一つ目の質問。ね、黙ってるだけで一匹狼感というか、でも撮影に入ってみたら、とてもノリが良くて。ノリが良かった。はい。マルドボーイ。マルドボーイ。こっちはタイトルあったからいいよね。礼儀とか挨拶とかしっかりしてるんですけど、はいはい、いつもみんなとわーって群れてるからそんなことないんですよ。そうですね。一人ポツンといたりする時もあったりとかして、うん、その二面性をすごく感じましたよね。うんうん、何年か前、さらば危ないでお世話になりました。ありがとうございました。はい、僕はあんまり僕はあんまり共演する時間ほんの一瞬だけど、ね、ほんの一瞬の、はいはい、あとは京様とずっと一緒で、そうそうです、いじめられなかった大丈夫。いやもう、ね、はい、素晴らしい答えでした、はいはい、もう少しあの時ごますっときゃよかったなと思って。ご自身がこれだけイケメンだということに気づいたのは何歳の時でしたか。どうもしそう。本当にかっこいいですよ。小学校5年生ですかね。ああ、3年生って感じは4年生の時までどうして気づかなかったんでしょうか。スピッツの皆さん、大泉洋さん、吉沢亮です。かっこいいね。天翼綺麗でしょ。吉沢亮さん本当に美しくて、その、まあ、あの旦那さん役が戸次さんなんですけども、戸次、はい、さんと私からどうやったら天翼の天翼が生まれてくるのかな。吉沢君はすごく繊細なお芝居もカツンとしたコメディのお芝居も器用に演じられていらっしゃるので、すごく一緒に現場にいて刺激をたくさんいただきました。考え方もしっかりしてるし、なんかこうね、あのルックスが本当にこう高級とか言われて、あの外見だけがこうなんか行きがちですけど、本当にお芝居のことしっかり考えてるから、なんかそういうところがすごい好きで、なんか話が合うんで。美しい顔だなっていうのがやっぱ第一印象で、あとはなんかちょっとクールな感じ。プライベートとかで会ったりするんですか。この間も会いました。うん、なんか定期的に肉を食べる会みたいのがあって、その時はその集まりだったんですけど、吉沢さんとはこう差し飲みでこう会うことの方が多くて、なんか仕事の話とか結構真面目な話もできるんで、僕はなんかすごいなんかありがたい存在ですけどね。酔っ払うと変わったりします。何回かあったのは、なんかバージーさん服ちょうだいよとか、ちょもうバージーさん家で寝るわみたいなのは何回かありましたね。でうち来て寝て次の日帰ったりとかはありました。でもこの間なんか話したのは、バラエティーとかの現場がなんかまだあんまり慣れないみたいなことをなんか話してたりとか、お酒飲みながらなんかいいね、どうせ俺なんか顔しかイケメンじゃねえからさみたいな話をしてて、そんなことないよみたいな、顔イケメンだからいいじゃんみたいな闇を抱えた部分みたいのはあって、なんか結構そういうとこは好きだったんですけど、でもこの間会ったらなんかみんなで話してたのは、なんか吉沢さんなんか結構なんかキラキラオーラ出てきたんじゃないみたいな、なんか顔面に内面が追いついてきたんじゃないみたいな話をして、なんかそんな話をしてたんですけど、まあでも2時間後ぐらいにはなんかやっぱ変わんないねみたいな感じになってましたけど、スタジオを間違えて全然違う場所行っちゃって、でその日に40分ぐらい遅刻してしまい、多分2人で合わせられたのも15分ぐらいの感じになっちゃいましたね。それは本当に申し訳ないと思いました。そう、そんなスタジオを間違っちゃう吉沢亮込みの吉沢亮なんだろうな、なんかな、まあ、そうか、お亮、ね、お亮スタジオ間違えちゃったんだって、かわいいみたいな。そういうことになっちゃうのかな。お亮スタジオ間違えたらしいよ。いやでもね、あいつずっとあのまま行くつもりなのかな。本当だよ。どうなんだろうね。ちょっとそろそろやばいですかね。やばくないやばくないやばくない。やばいですか。やばくないやばくない。ちょっと深酒が増えそうな感じがちょっと。吉沢亮。ね、吉沢亮イケメンだったな、当時から。吉沢亮は同い年なんですよ。同い年なんだけど、やっぱ彼はね当時から落ち着いてましたよ。落ち着いていたし、
人見知りだったし、そうですね、今と変わってないかな、あんまり変わってない気がする。沖田くんはかっこいいからな、はい、吉沢亮くんだから、そうですね、本当にいい男。我が社の先輩なんです。あ、そうなんだ。アミューズなんです。いや、引くほどのいい男が現れて、芝居もすごい鈴村さんの踏襲してて、はい、実写版見てて一番のハマり役は彼だと思った。へぇ、沖田の人うまいですね、ってなって。いや、これ聞いたら多分すごい。あ、そうなの？すごいびっくりされる、うん。いやいやいや、なんかすごい好きな役者さん。あら。うん。いや、吉沢亮くんの芝居がすげえ良くて、うん。和歌山紫苑さんも良かったんだけども、吉沢亮君の芝居マジで良くて、うん、アニゲラにね、ワンチャンパッケージが出た時にゲストで読めないかって言ったらバカを言うんじゃないってすげえ怒られて。そんなね、イケメン俳優、あの8文字で言っちゃいかん、そんな、もう本当に素晴らしいよ。もうヒロアカへのリスペクトもそうだし、そのロディっていう役に対するその取り組みもそうだし、なんかね、あのロディがそこにいるって感じね。もうそれはもう逆に言うなら、なんかこう声優を生業にしてる人も見習うべきなあのものをたくさんこう投じてくれたなっていう風に思ってるのでね。これよね、あんな顔あんねんな、嫌味ないしね、顔に旬が涼になりたいの、すごいよね。これからどんどん出だしていって、きっと本当のスターになっていくやろって書いてあった。いや俺もそう思うね、うん、どうなっていくのやろ、見れたんやで生で。ぜひまあ真ん中に来る仕事をどんどんやっていただきたいと思います。いい顔してるよね、うん、こんな顔ある、ほんまに昔はなかったね、こんな顔ね、こんな顔なかった。どれぐらいす、まあやっぱりあのリセットにはなりましたね。うーん、唇の動きは綺麗だね。本当ですか。いや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 、ありがとうございます。いや、どこ見てんの。いや綺麗だなと思って。まあ、確かに唇の動き、ね、全体が綺麗ねんから。うん、あ、渋沢栄一ってそんなにいい顔はしてないよね。まあ言うのはちょっとあれですけど、まあそうですね。あかんあかん、言っちゃいましたね。それは絶対にも乗ったらあかんよ、この人。この人の言うこと乗ったら罠やで、こんなもん。ありがとう。